今回のロブロックスはいろんないじめの世界を体験することでいじめの解決方法を探っていこうと思います。よし、まずはこのストーリー1、ベーコンズストーリー、これから行こう。ん？ベーコンのストーリー？自分もベーコンになりきらないとね。よし、完璧だ、行こう。この女の子たちがストーリー1の登場キャラクターか。左端がベーコン、おそらくこの子が主人公だね。次がデスティニー、アシュリー、ブリトニー。ブリトニーの T シャツ最高って書いてある。この右3人組さ、絶対いじめっ子じゃんね。お前らベーコンをいじめたら許さねえからな。この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 。それじゃあ物語を見てみよう。あ、私の本はどこ？ブリトニーってこのついる？学校のロッカーの中に本が入ってねえのか？なくしたのかな？ちなみになぜか僕アイテムで本って持ってんだけどもしかしてこれ？ブリトニーの本を盗んだのは私です。ごめんなさい。次のシーン行こう。見つけたって、なんだ、ちゃんとロッカーの中に本入ってんじゃねえか。紛らわしいな。ブリトニーすごい満面の笑み。後ろの友達はすげえムスッとしてる。ブリトニー、お前友達怒ってんぞ。で次は、あ、ベーコンとブリトニーたちがいる。ベーコンちゃんおとなしそうな顔してんのに、ヒャハハハハハってブリトニーたちなんかすげえ笑ってんだけども、典型的ないじめっ子じゃんか。いや痛いわ、このお宅を見て。ブリトニーの日本語訳がさ、イギリス人になってるお前らにいつかこの天柱を加えてるからな。見とけよ、このいじめっ子3人組。お、ベーコンちゃんに話しかけれる。大丈夫？は？え、これ日本語訳が変だ、これ。校長先生に伝えようか？でも校長先生に伝えるのは怖いのって。あの3人組にチクったわねって言われることを恐れてるのか。じゃあね、またねって。いや、違うでしょ。いじめの現場を見たら、他の人が先生に伝えないと。くっそー。ベーコンを助けに校長室に行くか、ショートカットしてクラスに行くか。ベーコンちゃんを助けに校長室に行こう。いや、どうしたんだいって。何人かの女の子が他の女の子を押していたんだ。ベーコンちゃんのことはお前に頼んだぜ。よし、これで解決か。あ、教室の前にいじめっ子がいる。へへ、あんた、あの醜いベーコンと友達なの？誰が醜いベーコンだと。ち、あんなやつと友達なのかよ。お前と友達になるよりか100倍いいからな。ラララララ、はーい、ロット。ん？こっち行くと？ん？ベーコンちゃんどうしたの？近日中にいじめっ子たちを追放するの。え、マジマジ？そんなの私とっても嬉しいの。よかった。これハッピーエンドか？人を見かけで判断するんじゃなく、中身で判断しよう。なかなかいいこと言うじゃん、ベーコンちゃん。その通りだ。今回はいきなりなんかトイレから始まった。なんだ？トイレで少年の泣き声が聞こえる。トイレの花子さん。ではないよね。大丈夫か？反応がない。やっぱり花子さん。よし、次行こう。よし、行こう。授業かな？座って座ってと。このクラスみんな笑顔なのに、トーマスだけなんか浮かない顔してる。トイレでさっき泣いたのはお前だよな。授業が終わって、お、昼食だ。複数人でご飯食べてたのに、トーマスだけ一人寂しくご飯食べてる。彼、新入生だと思うの。あそこにいるトーマスのことだよな。次の機会に彼に話しかけてみましょう。そうすべきだと思うよ。いじめの話っぽくないね。この二人さ、さっきまでの登場人物と違ってさ、優しそうな顔してんだもん。昼食後、次は体育の授業だね。体育の先生ってさ、小太りの人が多くない？数秒後、おら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 、彼すげえうまいな。ゴール入ってる。シューってゴールってなってるわ。クールな表情してるぜ。トーマス、これで仲間になれたね。よかった。いや、トーマス見すぎじゃない、こっち。いや、トミー、友達はもうできたかい？トーマスだからトミーか。トミー、君は彼らの友達にふさわしくないんじゃないか？へへへへへって。あいつらに何と言われようと、俺らが友達だと思ったら、それでいいんだよ。
トーマス気にすんなよ。お前ら、ふざけんじゃねえ。俺の友達を傷つけんじゃねえ、こいつら。毎日、トーマスに対して同じことが繰り返し起こった。君と他の友達に対しても、それはすぐにエスカレートしていった。数ヶ月後、あなたと友達はいつもいじめられることにうんざりしました。この状況について重要なスタッフ、先生たちだね、に話すのがベストだと決めました。そうだよな、いじめとか我慢することないよ。先生助けて。ありがとう、状況を教えてくれて。そうだよな、先生に言った方がいいよな。君と君の友達が話したこの簡単な会話の後、あのいじめっ子たちは二度と君をいじめなかった。先生に話したらあっさり解決したんだ。よかった。他の人に助けを求めることが一番の解決方法なんだ。そうだよね。子供たちだけで悩まないことが一番いいんだよね。